どうもプロゴルファーのぬかが辰則と、これあのカメラです。テンション低くないですか？何どうしたの？朝から朝からいやマジテンション上げていきましょう。ぬかがプロ頑張っております。はい、今ちょっと嫌いなランニングしております。走るの嫌いですね。何で嫌いですか？ね、理由をちょっと聞きたいですね、はいはい、私中学校の時に、はい、まあ、サッカー部だったんですけどね、はい、その時にちょっと走らされすぎて走るのが嫌いになりました。なるほど。でも大事ですからね。そうなんですよ、まあ、疲れないためにも。そう、ね、ランニングっていうのはやっぱりどういう意味があるんですか？極端に言うとやっぱ疲労度がやっぱりこうやっぱゴルフの試合は、はい、まあ、4日間、まあ、練習ラウンド含めたら、まあ、長い選手でも6日間、まあ、それが連続で、ね、毎週続くですけども、やっぱりそのなるべく持久力を落とさないようにやっぱ疲労度がですね急激にこう上がらないようにするためにも、はい、やっぱランニングは大事ですね。まあ、急にこう走ってる走ってない選手だと、はい、この急にこう例えばいい選手はこのままゆっくり上がっていくんですよね。ほうほうほう。疲労度、疲労度がね、それがやっぱりこう急激にこうビヨンってこう上がるような感じではダメなんですよ。ああ、この分かります。まあ、ガーッと上がると疲労を感じて、そうですね、ビヨンっていうふうに急激に上がらないようになだらかにする、なだらかに、そうですね、安定した競技能力を発揮するためにってことですか？そうですね。そのためにもランニングが必要ですね。必要ですか。まあ、体をねこうやって朝温めてからラウンドしに行くのと、はい、何もしないで行くよりはやっぱり絶対に体を温めてた方がいいので。いや、これはアマチュアの人にも入れるんですか？そうですね、もう別にランニングじゃなくてもいい。例えばウォーキングでも、はい、何でもそうなんですけども、まあ、女子の会場に行くと、はい、試合場でウォーミングアップで走ったりとかもしてるんですけど、やっぱ全身運動なんで、はい、ランニングは女子がスタート前に走ってると試合場で走ってますね。らしいですよ。すごいですね。まあ、体温めていった方がいいね、血流を上げてってことですね。そうですね、やっぱ回復能力もやっぱ早いので、うん、ああ、終わった後に、まあ、エアロバイクでもいいですし、はい、膝が悪い方とかはあ、なるほど、エアロバイクでもいいの で、 こうやってアスファルト走るとちょっと ね、 そうですね、衝撃で膝とか、ね、負担がかかるんで、あ、まあ、そういった方はそうです、ね、ウォーミングアップとクールダウン終わってからの、まあ、ランニングであったりとか、はい、エアロバイクであったりとか大事ですね。はい、芝生ですね。はい、芝生です。まあ、でも嫌いな方多いです。ぶっちゃけ私も嫌いです。あ、そうなんですか。はい、よく一人で走られてるんで。まあね、これ選手とランニングするときに一緒に走るんだね。はあ、なるほど。私も選手時代はずっと走らせすぎたんで。あ、そうですか。で、好きですよね、深井田さんは。はい、スキーやってました。スキー走るんですか？やばいですよ。滑るんじゃなくて走るんですか？走るんですよ。一緒ですよ、スポーツは全然も。そうですか。そうですよ。なるほど。はい、まあ、ランニング以外ね、はい、まあ、いろんな運動もしなくちゃいけないですけど、うんうん、一番お金かかりませんから。確かに。はい、まあ、それでね、こう、なんかやんないとな、いけないなって思ってる方でも、ジム行くのはなんだなっていう方は、はい、もうランニングでも十分です。なるほど。はい、ランニングはじゃあ全ての基本ってことですか？そうですね、はい、1月のキャンプ、はい、まあ、女子のキャンプをやった時に、はい、一人の選手がこうラジオ体操を YouTube に流したんですよ。お、あれは結構よくよく考えると、はい、理にかなってますね。ああ、あの動きは、あの動きは、あ、なんかこう私こうトレーナーになりまして、はい、
内外体操やります、はい、いろいろと動きを見ると、はい、あ、なるほどねと、ね、小学校の時はみんなまあね、ちょっとね、ね、やらされてるからありましたけどね、それだけもいいんです、ラジオ体操やっぱりこうしっかり運動をね、なかなかこの時世できない部分はありますけど、まあじゃあ朝からやっていこうと、動いていこうということですね。そうですね、はい、あと3分行きましょう。3分走るで折り返しと、これ取り道ですか、はい、この前は30分ランだったんですけど、今日は20分ランということで、はい、はい、ちょっと大きくなってますよ。そうですね、行きましょうか。はい、まあ、ちょっと金田さんにまた、一般の方向けの、まあ、ちょっと近所の公園だったりとか、まあ、庭のあるお家の方は庭でやったりとか、ね、まあ、ちょっと軽くできるようなものをちょっと患者さんにまたお願いして、教えてもらえたらなと思うんで、またじゃあ後ほどお願いします。じゃあちょっと疲れてきたんで切ります